この占い、信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎ、玉木の都市伝説検証コーナーでーす。はい、今日は完全に都市伝説枠として、某青年の6回目かな ?6 回目で OK? うん、もう占います。はい、タイトルというかお題は、じゃん。某青年が失踪してるって本当?日本から多額の現金が送られてきて、FBI が寮を家宅捜索してるって本当?みたいな、なんかすごい噂話があるので、それについて占ってみようと思います。はい。基本的に1日2本動画アップしていますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。Twitter では個人鑑定の受付状況ですとか、日々のことつぶやいております。個人鑑定の受付方法は動画概要欄に書いてありますので、ぜひポチッとしてちょっとご覧になってください。はい。リクエストをいただいて、こんな噂があるんだけれどっていただいて、何それって思って調べたら、確かになんか噂になってて、ちょっと読ませていただきます。でもブログ、皇室菊のカーテンさんでいいのかな?うん、なんかすごいブログ名、だなと思いながらちょっと読まさせていただきますね。はい。FBI が FBI が某青年の寮を家宅捜索か、日本国より多額の現金が送られてきたと大学関係者。思わず名前言っちゃったじゃん。某青年で貫こうとしてんのに。まあいいや。はい。なんでこんな噂が立ったのかっていうと、23日に留学してたアメリカのね、フォーダム大学を卒業したらしいんですけれども、オンラインで行われた卒業式にて、卒業の資格を得たことが明らかになったが、翌24日に行われた学位授与式には欠席した。で、学位授与式ではほとんどの卒業生が顔写真とともに家族や友人など支援をしてくれた様々な人への感謝のメッセージを発表していたが、某青年だけはそうしたメッセージを発表せず、名前だけが紹介された。で、そうしたこともあり、ニュースサイトのコメント欄などでは、某青年の不審な振る舞いに非難の声が上がっている、みたいなね。そして、現在、その某青年が、行方不明のような状態になっているっていう噂が立っている。で、現地で取材を行った皇室ジャーナリストは次のように語る。某青年は学位授与式を欠席しましたが、その件に関して電話で大学側に問い合わせを行っても、某青年の件に関しては一切お答えできないとのことでした。ただ、大学関係者に事情を聞いてみると、どうやら某青年は現在失踪中で連絡も取れない状態であること、として困り果てた様子でした。日本のね、某団体とかフィアンセが何か事件に巻き込まれていたら大変ですからねっていう感じで。で、またさらに驚くようなことがあった。実は某青年が失踪した直後、失踪したって書いてるな。そう。失踪は噂レベルだけどね、まだ。失踪した直後に、某青年が住んでいた大学寮に FBI の捜査官が入り込み、家宅捜索を行ったというのだ。まあ、これで、さっきのジャーナリストは次のように語る。これね、皇室ジャーナリスト名前出してほしいよね。誰だかわかんないからさ。ソースとして怪しいなと思って。まあ、これはあくまで卒業生らの間で広まっている噂に過ぎないので、話半分に聞いてほしいのですが、なんと、某青年の住んでいた寮に FBI の捜査官が入り、家宅捜索を行ったというんです。理由は、某青年の口座に日本から多額の金額が振り込まれていただからとか、まあ、不正入学疑惑や特別奨学金の詐取、反社団体の関係者との噂というのはニューヨークでもよく知られているそうですからね。っていうことで、こんな噂が、まあ噂レベルですけれどもね。なので、都市伝説枠として占いますけれども。これが本当だって言ってちょっと占っちゃうと全然違った場合ね、名誉毀損とかに私がなると大変でございますので、はい。都市伝説枠で、はい。某青年が失踪しているっていう噂は本当なのかしら?本当にいなくなっちゃったのかしら?っていうとこと、FBI が寮を家宅捜索したっていう噂は本当なのかしら?で、日本から多額の現金が送られてきたっていう本当?それが本当なら、日本の某組織から生活費とか、まあなんか、まあ、悪いお金じゃない。何が悪い、何がいいなのか分かんないけど、生活費とかなのか、それとも、
手切れ金、もう別れてください。手切れ金あげるから別れてっていうものなのか、それとも、この暴組織関係ない反社からのものなのか、そしてあとね、最後に、この母子がね、逮捕されるんじゃないかみたいな噂まで、この、なんか世の中で立っているらしいんですけれども、この辺、むっちゃ突っ込んでて怖いなと思いながら、自分これ占って大丈夫かなって思いながら、今ドキドキしていますけれども、占いたいと思います。はい。今日は日曜日なので、子供たちの大騒ぎデーでございますね、恒例の。すごいでしょ、声がするでしょ、キャー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 。某青年が失踪している噂は本当なのか。某青年いなくな、いないの今。いるのいないのって聞くの。質問の仕方として。某青年。社会から姿を消したの、それとも存在してるの。社会から姿を消したっていう言い方怖いな。悪いカードとかね、なんか、忍者の逆とか、暗闇にいるみたいなのが出たら、失踪してるかな。どうなんでしょう。ああ、法王の逆、ね。社会的にこう、存在してますかって聞いて、法王の逆。存在感として、マナー、モラル、ルール、欠如、孤立している。どうした対策注意点、肯定。失踪？なんだろうね、失踪。ああ、確かに人間のカードが逆向いてるから、存在感は消してるような気がしますね。それが失踪というかどうかわかんないけど、社会からなるべくこう、存在感を、自分の存在感を消して逃げてるみたいなのは感じられる。対策注意点、肯定。何？日本の、皇帝に助けを求めてんの？なんだろうね。皇帝。ああ、いや、それとも責任持ってちゃんと姿を現しなさいよっていうタロットさんからのあれかな。失踪かどうかわかんないけど、存在感消してはいそうだね。存在感消してはいる。おーの逆。じゃあ、FBI が寮を家宅捜査した。今まで私、家宅捜査、捜査のこと、捜索って言ってた気がする。うん、いいや。まあいいや。捜査、家宅捜査したっていう噂は本当なのか。イエスなら、うん。捜査したぜみたいな、ね。ポジティブなカードが出てほしい、ね。家宅捜査したんでしょうか。FBI が寮を調べたって本当？月の逆。あー、イエスって感じだね。クリアになった。不安迷いが晴れてクリアになった。対策注意点、節制。お金っすね。これは下かもしれんね。下かもしれないね。お金の件で。月の逆。でもなんかそんな大規模な操作っていう感じではないけど、うん、なんかクリアにするためにしたっぽいね。じゃあちょっと質問1個増やして、そこで何かが明らかになったんですか？ FBI が家宅捜査をして、何かが明らかになったんでしょうか？それとも何もわからなかったんでしょうか？FBI は何か証拠とか何か明らかになるものを掴んだんでしょうか？ズバリ。おー、なんかあったっぽいな。力強いカードが出た。ほー、なんだろう。対策注意点付き。なんかあったね。力。お母さん絡みのことかな。ね、力のカード。あったっぽい。じゃあ。日本から多額の現金が送られてきたって本当ですか？そんなさ、わかりやすいミスをさ、ミスっていうか、わかりやすくバレることを日本の某組織がするかなっていう疑問はあるけどね。日本から多額の現金が某青年送られてきたんですか？なんか、イエスとかって答えて。
覚えてないかな。女教皇の逆。女教皇の逆。恋人。何これ、なんか、手切れ金って思っちゃったのかね。送られてきたっていうのに対して、イエスかノーで答えてっていうのに対しては、女教皇の逆だったんですよ。女教皇の逆、感情的とかね。理性、知性を失っているみたいな状態なんですよ。理性的ではない。でも、人が逆向いてるから、ただ、なんか対策注意点にこの恋人が出たらさ、なんか、女教皇のことは諦めてくださいみたいな手切れ金なのかなって思っちゃったりしちゃった。ちょっと、その後の質問も見てみようね。じゃあ、手切れ金、手切れ金ですか？もう手切れ金みたいなのになんか税金が投入されるのすらなんか嫌だけど、あ、でもどっちがマシかと言われたら、なんかこのまま結婚するのと手切れ金渡す、税金で渡すのとどっちがマシかと言われたら手切れ金議員かもしれないなって思う自分はいたりしどうだろう。微妙な難しい問題だなと思って。手切れ金。某青年は手切れ金を受け取ったの？某青年、手切れ金を受け取っちゃったの？恋人、手切れ金じゃないね。仲良しな感じだもんね。これからもよろしくね、みたいな感じだから。じゃあ生活費かな。対策注意点、審判、結果が出る、決意する。じゃあさっきのは多額の現金が送られてきたって本当っていうのは送られてはないのかな。女教皇の逆、恋人。ちょっと待って、生活費が送られてきたことありますか。生活費、多額の現金はなんか生活費とか、まあ生活費じゃなくてもなんか某青年のプラス、某青年とあの日本の某団体がこうプラスの関係であるみたいなお金、手切れ金とかじゃなくて、あの、生活費とか、まあ、これを上手になんか使ってよみたいなね。せーの。それかな、送られてきたのかな。しかも、女教皇の逆だ。女教皇がすっごい感情的になって送ったのかな。そうか、先生。じゃあこれ日本の某団体からでもういいのかな。じゃあ三つ目の選択肢として、反社会団体、反社からなんか送られてきたりみたいなのありますか。ここまで、あの、こんな婚約までしといてそことまだつながってるのはちょっと普通には考えられないと思うけど、どうかな。反社的な、あまりよろしくないところからなんかお金が送られてきたとかありますか？これはないね。ない。これは太陽の逆だからない。対策注意点。タワー。ここはもう切ったのかな？どうかな？切った方がいいって言ってるか。だんだん話がまとまってきたね。じゃあ、この母子。某青年とお母さんが逮捕されるんじゃないかみたいな。ちょっと罪、罪の種類としてはちょっとよくわかんないんだけど、考えられるとしたらなんだ？あの、入学するために、あのね、フィアンセがちょっと特別であるみたいな特別枠で入った、ん？なんだろうね、そういうものなのか、なんだ？逮捕。それかあれか、日本のあの、お母さんがあのお金もらってたやつね。事実婚どうのこうので、遺族年金もらってたやつ。母子が逮捕されるっていう噂はどうなの？これは、ちょっと待って。その母子の立場に立って、悪いカードが出たら、あの、逮捕されるね。その親子の立場から見るね。されないと思う。女教皇。されない。ただし、トラブル、アクシデントには注意してね、みたいな。タワーのカード。されない。
されないけど、されないけれども、むちゃくちゃ泣いてんね、今ね。もう兄弟喧嘩が止まない。西洋の午後は。何の喧嘩してんだ、上で。よいしょ。はい。ということで、占ってきましたが、某青年が失踪している噂は、失踪っていう言葉が正しいかどうかわかんないけど、存在感は今消してます。方の逆だから。うん、消してはいる。わざと消してると思う。で、FBI が色を固く捜査したっていう噂はしたと思う。した。で、多額の現金が送られてきた。ここのちょ、カードがちょ、この曲の逆がちょっと謎だったんだけど、生活費になどを買ってきたら、節制でしょ？手切れ金買ってきたら恋人なの。だから、手切れ金ではないの。手切れ金じゃなくて、仲良くしてね、みたいな。これからも、仲良くね、みたいな。仲良くねーみたいな感じで、なんかこの辺のプラスのお金を送ったんじゃないかなみたいな感じはするかな。で、こう反射は違うでしょ。で、母子が逮捕はされないと思う。されないけどトラブル、アクシデントには注意してねって出ました。はい。以上になります。いかがだったでしょうか。ドロ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 してるね。はい。じゃんけんきます。たまーきじゃんけん、じゃんけん。ぽい。パーなのでチョキの人の勝ちです。じゃあバイバイ、さよなら、ありがとうございます。